津軽弁の日は毎年10月23日に青森市文化会館で行われる青森県津軽地方で話されている津軽弁をテーマとした催し物。2012年で25回目を迎えた。イベントの行われる10月23日は青森県の誇る方言詩人高木郷造の命日にあたる。主催は津軽弁の日アるべし会。一般の人から津軽弁に関する 短歌、俳句、川柳、体験記、歌を募集し、優秀な作品は、稲合平をはじめとする面々が会場で朗読する。作品は、青森県内からだけでなく、県外からも、多数寄せられている。また出演者同士の津軽弁丸出しの爆笑的な、会話も楽しみの一つである。会場は、かつて、ダビオン劇場を使用していたが、廃業に伴い現在は、 青森市文化会館で行われている。後日、青森放送にて、テレビやラジオで、イベントの模様が放送される。また、カセットテープや、CD も発売され、青森土産の一つとなっている。なお、2006年の第19回は、青森市文化会館の改装工事に伴い、広崎市民会館で行った。2020年の第33回は、予定通り行ったが、 新型コロナウイルス感染拡大の影響で無観客で行い、新作は紹介せず、過去の作品の一部を上映する形をとった。ありがとうございます。